こんばんは、くつひもです。現在84連勝、自己ベスト更新中です。よろしくお願いします。100連勝がマジで見えてきた。もうこの順伝を使わず、好きなポケモンだけで積み技も使わずに100連勝する企画、これ始めたのが去年の6月なんですよ。でも8ヶ月やってるんですね。でこれまでの自己ベストが75連勝で、それをついに突破しての現在84連勝。このチャンス絶対に無駄にしたくない。集中、一旦ちょっと一息置いて、本当にその選択が正しいか考えてからやります。レイさん、対戦よろしくお願いします。うわー、1体目からごついの来た。だからこれはコメットパンチで間違いないな。本当に頼む、当ててください。あー、やば、影分身。まあでもこれで冷凍ビーム食らって氷よりはよっぽどマシ。お願いします。マジか、これ当たれば一撃で落とせるよね。お願いします。はい、当たった。落ちろよ。あ、勝って、嘘だろ。あ、攻撃が上がって、これさ、ワンチャンもう一回攻撃がかかるの期待した方がいいかな、それとも相手の反撃。あ、持ち物食べ残しですよね。ワンチャンもう一回攻撃が上がること期待しちゃう。あ、ダメか、当たんね。うわー、そんなん言ってたら電車食らって、そっか、ちょっと調子乗ったな、すいません。くそ、ちょっと今の良くなかったな。まあ地震だったら当たってたかどうかは、まあそれ別の話ではありますけども。地震、冷凍瓶燃えてる。そうそう、当ててくれ、お願い。よし、はい、ありがとうございます。むしろ運が上振れたと言ってもいいと思う、これは。うん、まあちょっと初手外しちゃったの残念でしたけどね。2体目、エイフィー、これあのね、1段階上がってるんで地震で落とせるはずです。地震、瞑想を積んでくる。怖いよ、噛みつくとか結構入りますからね。お願いします。あ、マジか、地震、サイコキネシスは効かない。噛みつくをおそらく覚えていないのでしょうね。はい、以前遭遇したエイフィーは噛みつくで大ダメージをもらいましたが、同じポ、え、マジか、耐えるんか。地震、うわー、マジか。コメットパンチを打つ度胸ないです、すいません。これでもなんか乱数臭いですよね、あんなほんのちょびっと耐えられた。はい興奮してろれつが回ってないっていうね。フーディン、まあ、これは自信でいい、さすがに自信いいですね。はっきり言って2体目3体目のタイプ相性に救われた感はある。うん、本日、あ、耐えられた。お外がですね、非常に強い雨が降りしきる中でのバトルタワーということで、もしかしたら雨の音がね、入ってるかもしんないな。はい、レイさん対戦ありました。85連勝、自己ベスト、さらに更新です。うん、2戦目、86戦目やってきます。すげえ雨。こんな雨年に何回だよっていうね。俺を祝福するかのように。志賀之助さんって確かリザードン？いないか。なんかリザードンがね、志賀之助さんのリザードンがガチ両刀で、普通の炎タイプ技アップな、あと岩なだれを覚えてて、俺のパーティーにとって極めて戦いづらい相手っていうね。まずゲンガーに変えてフライゴの自信を受け流す。頼むぞ。はい、OK です。で、これで上からの冷凍パンチ。はい。かなりいいのでは。これ一撃ですもんね。ありがとうございます。OK。
2体目樹海院。俺も冷凍パンチでいいですね。俺の方が早い。いいね、お願いします。いいね、紙砕く覚えてるのか。吸収もらっちゃうとやばいなこれな。うーお願いします。はい、気合の鉢巻きとかじゃなきゃ大丈夫。オッケー、大丈夫です。ラス1は道連れで持っていきたい。ボスゴドラオッケー、道連れ、よーし。ボタンの押し間違いマジ注意。ツバメ返されていく。大変されてました。86連勝きたー。いやもうコメント欄でもう10年かかっても諦めないでくださいとかね、うん、なんか一生かかりますよとかいろいろ言われたんですけど、まもなく終わりそうな予感がしますね。すぐそこ、うん、もう86連勝してますからね。みんなごめん、もうそろそろこの企画終わるわ。マスジさんよろしくお願いします。電流、うん、ちょっと嫌ないで電磁波食らって次のターン10万ボルトとか雷食らうとそこでしびれて動けないと打ち負けるんだよな。まず地震、俺の方が早い。急所、電磁波やっぱ来るか。ここ電磁波来るよな。動け、炎のパンチ覚えてるのか。動いて、よし。だがイエローゾーンの麻痺メタグロスは分鎮になりがちなんですよね。チルタリス、ちょっと3体目にハピナスやツボツボが来ると残りの2体では対処しづらいのでここでゲンガーに変えて解放して、やっぱり覚えてるか。九州に当たんなよ。よし。ここで冷凍パンチ4倍を食らわしていく。だが、相手耐久に振っているとこれ一撃で落ちないんですよね。はい、落ちました。ありがとうございます。相手ラス1。いけそう。うわ、ちょっと嫌な相手。電磁波打ってくるようだったら、立ち回り変えよう。滅ずれ連打戦法。10万ボルト、来い。オッケー、これは落ちるでしょうね。はい、ありがとうございました。87連勝、おえ。おえ。やばいやばい、終わっちゃう。バトルタワー動画終わっちゃう。半年じゃない、8ヶ月続けてきたこの動画がついに終焉を迎えるかもしれない。4人目。みんな今までありがとう。たくさんのアドバイス、たくさんの叱咤激励、お説教をありがとう。おかげで俺は、ここまで来た。貞治さんよろしくお願いします。昆虫マニアってことは、虫タイプのポケモンを主に使ってくるんですけども、割と戦いやすい相手かもしれないですね。待って、どうする?どうする?このままでいいよね。ゲンガーに変える必要は、ツバメ返し怖いか。メタ、リザードンに変える。ま、ちょっと、このままいきますよね。コメントパンチ。影分身、そう。これが怖いから、やっぱり早めに倒しておくに越したことはないんですよね。当ててくださいね。はい。これ一撃で落ちないかな。ダメか。お願いします。銀色の風は小さなダメージだよ。そうでもないか。え?マジで ?158。もう一発耐えられそうだが、ちょっと相手の銀色の風の威力を思ってよりも高いので、ここでリザードンに変え、ツバメ返しが怖いから、ゲンガーに変えるの抵抗あるんだよな。リザードンに変えます。で、ここで銀色の風を4分の1で受け流す。はい。小さなダメージ当てろよ。よし、
ありがとうございます。まずいった。さあ2体目アーマルドか。今のあたりでこれ一撃だよな。地震を撃ってくることはまずないですから、メタグロスに変えましょう。岩なだれだろ。捨て身タックル、マジか。これだったらリザードンで向けられ、こんなに食らうのだが、計らずもカメラの目発動で素早さ実装値が201になる。先制の爪持ってるやつ多いんだな、アーマルドな。これ爆発で持ってった方がいいかな。これもしうち、コメットパンチの 85% 怖いか。これ倒して、であとゲンガーとリザードもさすがに持っていけるか。大爆発、オッケー。先制の爪発動しない。持ってたかどうかもわかんないけどな。耐えられたけど、でも大丈夫です。そんな速いポケモンではないので。ここでゲンガーを出します。はい、で俺の方が速いから10万ボルト、オッケー。気合の鉢巻きじゃないだろ。はい、オッケーです。アイトラスイッチ。ハッサムはあの剣の舞をあまりにも積まれるとマジ怖いので、早めにリザードンに一撃で焼き尽くしていきたい。高速移動を積まれるが、リザードンを超える素早さは果たしてあるのか。お願いします、早い。耐えられる。当てられない。九州に当たりやすいんだよね、切り裂くって。いやでもこれはさすがに当てられるだろう、2発目は。当てられる、耐えられる。当てられる、よし。いや今ビビってゲンガーに変えようかと思ったわ。で切り裂く受け流して水釣り連打でってやろうかと思ったわ。危ねえ。危ねえ。対戦ありがとうございました。いや昆虫マニア侮れないな。タイプ相性的には有利とか言ってた自分が恥ずかしいわ。技が当たらなければ有利不利もねえよ。ん ?5 人目。89戦目。お願いします。ジェントルマンのコリンさん。ボーマンだ。二択攻められるやつだ、これ。これあれなんですよね。竜の前型だと、後出しゲンガーがむしろ不利なんですよね。でも地震や大文字急所でメタグロス一撃なんで、一応確率的にはここでゲンガーに変えるのが一番合理的。竜の前積むなよ。よし、地震を受け流す、オッケー。冷凍パンチ、当時の冷凍パンチは氷技で一律も特殊技です。今物理技ですよね、パンチ系はね。はい、あざます。ですので一撃、二体目。ああ、お願いします。はい、あとは水釣り連打できる。でも催眠術とか打ってこられたら怖い。催告熱11交換ですね。はい、すごい威力、タイプ不一致ですからね。さあ相手ラスイチですね。メタグロスに変える。今押し間違えたかと思って一瞬手汗ブワー出たわ。リザードン選んだかと思った。スターミンを置け、地震、コスモパワー。まあでも守ったりされるリスクもあるんで、あと光の粉とかね、あんまりその、え、
地震。九州の当たんないよ頼むから、本当に本当に、かってえな。おい今だいぶ数打っとけよかったかな。次相手コスモパワー打ってきたらやばいっすもんね。波乗り打ってこい、頼む、お願いします、お願いします、お願いします。よし、ここで素早さが逆転、メタグロスがスターミーの上を取ります。カムラのみ発動だが、光の粉がまた発動したらおしまいですね。俺を連れてってくれ、90点目に頼む、当たれよ頼む。よし、 OK。 さあコリンさんありがとうございました。さあ次は90戦目です。マジで見えてきた、100連勝お願いします、お願いします。すげえ、手汗がやばすぎる。モキチさんナッシーか。まあでもこのままいきますかね。リザードに変えて、いや当てられます、当てられます、 OK、 当てられます、 OK。 攻撃上がってください、九州でもいいですよ。攻撃上がった、あざます、あざます、日本バレ来い。うわー、こう来るか。小手爆破はでも一撃では落ちないんじゃないかな、こだわり鉢巻き持ってないし。 OK です、思った以上に威力が低くて表紙抜きですわ。やべ、相手波乗りでこれメタグロスやられるから、コメットパンチ外したら終わるな。じゃあ大爆発で相手が光の粉守る、期待値的にはこの選択が一番高い、最も合理的。攻撃が上がってるから確実に落とせるしね。お願いします、守っては来ない、光の粉は発動しない、 OK。 急所コッパみじんです、オドゼルがコッパみじんです。相手ラスイチゲンガを先頭に出す、 OK。お願い、うわー怖ー、道連れ、これ影分身打ってくる方だとちょっと怖いな、打ってこいよ岩名だれ。うわ出た、いやでも僕あまたまの経験で分かってるんですよ、ここで小手先のギガドレインとか打っても拉致が開かないんで、どうせ相手眠るとか回復技とか食べ残しとかあるんで、ここは辛抱強く、三つ切れ連打、辛抱強く、もうそれしかない、来いよ。やばいな、お願いします、先制の爪だが、自分のターンが来るまではこれ継続なんですよ、三つ切れが。まあでも影分身6回積んでこなかったのは救われる、お願いします、今のだり来てください、お願いします。よし、3体目の順電怖いわ。え、これ90連勝ですよね、僕やったちょっとこれやばいな。次91戦目ですよね、7人目ですよね、次。はい、マジで、ちょっと正直思った以上に勝ててんな、この8ヶ月の鍛錬が。浅尾さんよろしくお願いします、俺を91戦目に導いてくれるか、フリーザーお前。心の目絶対入れたが怖いよ、当てられる、守る、小手守るか、小手守る、 P
PVP が2減ってますね。特製プレッシャー地味に怖いよ。当てられます。当てて、俺の方が早いのか。伝説の鳥ポケモンをタコ殴りにしていく。オッケー、一撃。しかも攻撃上がる。今日めっちゃ攻撃上がるやん。お膳立てしてくれてるこれ。あ、メタグロス、もう最速なんですよ僕の。自信。俺なんなら爆発で相打ちでもよかったかもしれないな。あ、耐久振ってない。ありがとうございます。ラス1。え、コメットパンチ、ドリルくしばしなのか、効かんよそんなの。はい、マジか、91連勝来た。やばい、もうマジ終わるわこの企画。マジかよ。ちょっと確認するかお待ちくださいね。91連勝。ご視聴ありがとうございました。